オラトドゥルベンハルミです。ブラジルではカーニバルがあのここ最近あったんですよね。まあそれをあのここオーランドからカーニバルだなーなんて思いながらブルーノがねこっちに来て初めてブラジルが恋しいって言ってました。 っていうほど別に私たちあの一緒にブラジルに行った時にそんなにカーニバルカーニバルってなんかワイワイしてたわけじゃないんですけどただ私たちの出会いもそもそもカーニバルでその私が初めてブラジルに行った時ちょうどねカーニバルであの時はね本当に楽しかった楽しくてそんなことをちょっと思い出しながら私たちはオーランドであの肉を買ってシュワスコを家でやってました 私あんまり多分そのブルーノとの出会いの話とか恋愛の話とかそういうのあんまりしないんですけどまあそれは私まあ以前の動画でも話したことあるんですけどブラジル人と結婚したんじゃなくてブルーノと結婚したのでだからブラジル人と 付き合うのってどうとか、結婚するのとか、まあ、もっと言うと国際結婚とか、あんまりそういうのって私自身がピンとこなくて、まあ、なんかカジュアルな感じで話すんだったらいいけど、なんかわざわざ動画にするってなると何話していいのかわからないっていうのがあって、まあ、そもそも、私ブラジル人で言うと、ブルーノ以外のブラジル人と付き合ったことないし、そんな親しい関係になったこともないので、まずそもそもわかんないです。 わかんないんだけど、ただ、こう空気感の違いっていうのはあって、それはやっぱりブラジルっていう土地柄だったり、ブラジル人の国民性だったり、まあそれプラスのブルーノの性格とか、まあいろんなものが混ざり合ってなんだけど、でもそういうの全部ひっくるめて、私やっぱり最初にブラジルに行って、あのブルーノと出会って、すごく心地よさを感じたんですね。それはもう確かで、で、その心地よさっていうのは今でも変わってないので、そういう話を今日ちょっと 一つしたくてそれはこう女性としてのあり方っていう話ですそもそもブラジルって本当に女性が強いんですよね人口で言っても多分女性の方が多いんじゃないかなっていう完全に女系の国らしくてブルーノの家族も女ばっかなんですよ おばさんもほとんど女で、いとこも全部女だし、そのいとこたちの子供もまた女ばっかり生まれて、本当に女だらけで、うちも3人のうち2人女ですが、だからそもそもブラジルにいるとなんか女としてはすごく心地がいい、生きやすいっていうのは本当に感じます。で、その、まあ、心地良さの話をする前に、私がこう大嫌いなことがあって、 というのが女性としてのあり方についてのこう世間の目というか、なんか日本のメディアとかテレビとか、そんなにも見ないんですけど、ちょこちょこ,こう耳に入ってくるのって、女性は常に綺麗でいないといけない。結婚して子供ができて、年を重ねていっても綺麗であるべきだ。綺麗でいられることが素晴らしい。善みたいな、そういう考えが基本になってるというか、 な、例えば、結婚して、で、子供もいて、仕事もしてて、それなのに綺麗っていう女性がいると、すごく崇拝されますよね。うわ、すごいって。別にそれ自体は全然私悪いとも思わないし、私も、いや、素晴らしいって思います。綺麗な人見たら綺麗だなって思うし、自分もそうなりたいなって思うし、私が嫌なのは、なんかそういう人とか、 そういう状況とかが異常に過剰に評価されすぎるっていうところ。みんながみんな揃ってわーってそうあるべきだ。それがなんか成功だ。みたいな。それがすごい。素晴らしい。みんなも自分もそうであるべきだ。っていうそういうこのわっとした流れ。それがすごい気持ち悪くて。こう付き合ってたり結婚してても こう大好きな人にはすっぴんを見せられないとか、汚いところを見せないとか、子育てしてるのに自分の身なりにこうすごく気使ってたりとか、体も綺麗なままで、旦那さんに対しても自分が女っていうことを忘れないみたいな、そういうのが理想の形、理想の女性像みたいな、そういうのが私すごく嫌いで、 じゃあ逆にちょっとたるんだところを見せてしまったりとか、結婚してちょっと女らしさが欠けちゃったりとか、ちょっと太っちゃったりとか、年齢的なこともあるし子供を産んだりとか。で、子供を産んでからもう毎日の生活に追われて自分のことに時間をかけてられない。化粧もできないし、洋服とかもちゃんとできないし、お金もかけてらんないし、で、そういうことがじゃあダメなのって。 こういうの、私はそもそももう大嫌いだったんだけど、私、ブルーノに今までに一度も、なんか、ちゃんと化粧しないよとか、もうちょっとちゃんとした服着ないよとか、そんなこと一度も言われたことないし、むしろ、今日はちょっと家族で集まってご飯食べるからっていう時に、私ちょっと、なんか、化粧でもしようかなーなんて思うと、いいよいいよ、そんな家族だけだし、そんな、何のために化粧すんのみたいな。逆にそんな感じなんですよね。かブルーノからすると、好きな人の前で、すっぴんの姿を見せられないとか、汚い 部分を見せられないのってそんなちょっとのことも秘密にしなきゃいけないんだったらどれだけ大きな秘密を抱えてるのってそう思うみたいでそれはあのブルーの以外にも他のブラジル人も結構そういう風に捉えることが多いらしいです日本にもいろんな人がいるのはもちろん分かってるんですけどなんかこう世間の流れ的にこうメディアとかの見せ方的にこう女性はいつまででも女性でこう綺麗な感じでいるのが すごくいいみたいな、それが理想みたいな、そういうのに対して、ブラジルは逆に、こう何でも見せられるっていうことにこう愛を感じるというか、男性側からすると、そういう何でも見せてくれる女性に対して、 あ自分に心を許してくれてるんだなとか、そういうところに愛を感じる。なんか美意識にちょっと差があります。ブラジルの女性って、普段何気ないおしゃれとかがすごく綺麗だし、でも、抜いてる時はすごい抜いてるし、じゃあ、今度こう結婚式みたいなすごいちゃんと正式な場になると、ものすごいドレスアップしてすごい綺麗だし、なんだろう。私はそういうなんかメリハリに結構、なんていうんだろう、ドキッとくるんですね。同じ女性からしても、なんか抜いてる。 抜いてるとこは抜いてんのにビシッと決めるとこはピシッとするなんか汚い部分も見せられるけど綺麗にするときはすごい決まるんだよみたいな私だいたい自分がいつもピシッとしてるところしか好きって言ってもらえないような相手だったら全然魅力感じないし疲れちゃうし、まあ、私自身で言うとここ最近になってやっとちょっとずつなんかまあ化粧するくらいの時間あるし髪の毛にクリームのったりする時間もあるけどもうそれまで本当にもう一 いっぱいいっぱいで、まあ今もいっぱいいっぱいなんですけど、いろいろ。でも、もう本当になんか、化粧だとか、自分の身なりに気をつけるとか、そもそもそういうの別にもいいかなって思っちゃってましたね。もう子供のことがやっぱり第一優先だし、はっきり言ってもう自分のことなんてどうでもいいって、 思えるのが、こう、なんていうの、子育てというか、私にとってはそういう感じだから、なんかそこを子供がいるにもかかわらずずっと綺麗にしていることが大事ってばっかり言われてしまうと、じゃあお母さんって何なんだろうってすごく思っちゃう。なんかそういうのも日本で生活してるとすごい女性に対してプレッシャーが かかかりすすぎててるんじゃないかないいって私は思いますシンプルに別に自分にかけられる時間とかお金とかが自由になくって、一時的にそうダラーンってなってしまったりとか、もうめんどくさかったりとか、別にそれでいいじゃないって思うんだけどな。で、そういう生活がもう肌に染みついてそのまま年取ってって、もうそれはそれで別にいいって思うし、 ブラジルだとそうやって結構崩れた体型だったり、ちょっと年配の女性とかも普通にビキニ来て、ビーチで楽しそうにビール飲んでるし、なんか私はそういうの見るのがすごく好きだし、まあそれは自分だってね、できることだったら見にくいよりかは美しい方がいいし、そう思うけど、でもなんかプレッシャーの中で、で時にプレッシャーをプレッシャーとも感じないくらい、 こう当たり前になっちゃってる。まあ、それが結構日本の社会なんですけど、なんか自分で本当にこれはいいのか悪いのかっていう考える余地もないというか、もうこれが一般的にいいってされてるし、みんながそれでいいとしてるから、じゃあいいんだろうっていう、なんかそこに自分がしたいとかしたくないとか、 自分がいいと思ってんのか悪いと思ってんのかとか好きなのか嫌いなのかとかそういうことをこう考えられなくなっちゃうだからみんな一緒になって右向け右になってなんか,だからそういうところに私はすごく窮屈さを感じるんですねそれが私がブラジルにいてすごく心地よさを感じた理由なんですねはいというわけで今日は私がブラジルブルーノの,の好きなところかな一番心地よさを感じるところ ななんんでこんなにブラジルに惹かかれたのかみたのみいなそうですねブルーノはブラジルには帰りたくないって言ってるけど私は別にブラジルに帰ることになったらそれはそれで別にいいかなって思うしまあこんな感じで楽しくやってますはいというわけで今日はここまでですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いしますじゃあねちょうちょ、ャイ